斉藤を引っ張る意味が全く分かりませんでした。後半頭から変えても良かったと思います。選手は頑張りましたけど今日はちょっと監督にやられた気がします。しっかり切り替えて、水道の埼玉2連戦お願いします。はい、今日の試合ですが、前半はもう5対1でおかしくないぐらい1本やられたんですが、マルキーヌが非常に頑張ってかけてリードすることが迎えました。ただ、ずっとやられっぱなしだったのを後半も修正できずに、交代の、人選も時間も間違っていて結局一方的にやられて2対1で負けてしまいました。ミッドウィークに、レッツの試合を迎えるのに、この選手の疲労を考えてないっていうのは選手交代の話非常に疑問を思います。3つ残念なことがあります。1つは怪我上がりで全くプレーができない斉藤学を監督が使ったこと、2つ目は斉藤学が90分出たかったのか全力を尽くさずにプレーをしたこと、3つ目はその状態でも使い続けたこと、本当に腹が立った試合でした。